今年6月、荒川区のスーパーイトーヨーカ堂で除草剤の成分が入った焼き鳥のタレが見つかり、その後脅迫文が届いた事件で、警視庁は今日男2人を逮捕しました。恐喝未遂などの疑いで逮捕されたのは、杉並区の派遣社員須藤道明容疑者57歳と、埼玉県のタクシー運転手田中俊夫容疑者58歳です。この事件は今年6月、荒川区のスーパーイトーヨーカ堂美ノ和店で、容器の底に毒入り危険と書かれたシールが貼られた焼き鳥のタレ1本が見つかったものです。その後9月にヨーカ堂本社と荏原食品工業に現金5000万円を要求する脅迫状が2回ずつ届き、警視庁が調べを進めていました。金の振り込み先が田中容疑者の譲渡目的で作った銀行の預金口座となっていて、その口座を解析しているうちに津藤容疑者が浮上してきたということです。調べに対し津藤容疑者は、除草剤入り焼き鳥のタレを売り場に置いた事実を認め、一攫千金を狙ったと話しているということです。